ありがとうございます。出た早いです。 AK さん出てきましたよ。いや楽しみだね。やっぱなんかこの撮影納車ってなるとなんかあれなんかまああんま実感わかんねえなと思うけど、やっぱ向かう道中上がってくるよね。今回納車される車はフェラーリの 296GTB っていうね車なんだけど、でもやっぱフェラーリって頼んでから来るまで時間かかるから、まあローマはねなんかちょっと確変が起きてすごい早かったんだけど、でもまあ296はまあ順当に2年近くかかったのかな。ローマの注文した直後にもう注文してたから。あ、そうだったんですね。そうなんだね。だからねなんかもう頼んでから本当に来んのかなみたいな気持ちにさせといてくるから楽しみだよね。じゃあありがとうございます。あー来てるね。うわ画面が、うおミスタータケシ、うわー嬉しい。何これ、デーン、うわーいいですね。嬉しいなこれは。あー、最高じゃんこれ。ローマの時もやってくださいこれ。すいません、それとローマのとまた違って、うわこれすごいアンベール。え、なんかあるんですか。はい、すいません、ローマの時はうわこちらではお任せしてしまったんですけども、わちょうどミニカーも届きましたので、うわーかわいい、すごい。これ並べておきますね、ローマもちゃんと取ってあるから。お願いします。ありがとうございます。はい、これラッパの、ラッパ飲みすればいいですか。あ、運転前は。あ、すごい、ひろきたけしで入ってる。車体番号と車種。うわ、ほんとだ。車体番号だ。飲めないじゃん、これ。ねえ。マジで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。うわ。じゃあうわ、はい、ちょっともうサングラス外してよな。はい、いいでしょう。いいね、ありがとうございます。さあ、ピッチボーイ K69。さあ、始まりました。今回の愛車紹介は、ニューデリバリーされました。296GTB。来たねー。めちゃくちゃ興奮してるんですけど、まずね、このニコルさんの演出が行き過ぎましたね。ローマの時もやってくんないですかっていうぐらいのね、演出だったんですけど、ね、さっきの大画面でね、ミスター・タケシーっつって、コングラチュエーションっつって来て、このベールまでかけてくれてね。いやーこれも見た？これもね、端から作ってくださいよ。これいいっすね。これ本当にね、いい演出ですね。いやまあ本当ニコルでまずフェラーリをね変えてよかったなって、思いましたね。さあこの 296GTB 色どうですかこれね。これやっぱね、前回は青木先生のねコード57をね紹介させてもらったんですが、まあフェラーリつながりでね、もう県奥山さんの、ガレージから今日はねニコルで、この 296GTB、納車されたねこの車を紹介したいと思うんですが、まずねこの顔だよね。まあ自分が持ってるあのフェラーリのローマ、あれはねこのミッドシップの、車じゃないし、まあ隣にねちょうど、ローマは止まってるけど、また魅力が全然違うよね。なんかいわゆるまあ素人目線というか、まあ一般目線でいうとザ・フェラーリの形、まあ、それはいわゆるこのエンジンが前じゃなくて後ろに積んでる形がいわゆるこの形なんだよね。いわゆるザ・フェラーリの形ですね。ガキの頃から憧れ続けたこのフェラーリの形の車をね初めて所有するんで、それがねまあすごい嬉しいですよね。
ローマはローマでものすごい気に入ってんだけど、俺ね実はね本当に今ここだけの話29力頼んどいて、なんかそんなめちゃくちゃ楽しみじゃなかった気がしてたんだけど、気のせいでしたこれはねやっぱ我ながらまずあの自画自賛していい、わあセンスいいなこの色。まあ、あの日本ではねやっぱ白とか赤とか黒とか黄色とかね、そういうなんか分かりやすい色が人気で、なかなかこういうねグレーで、しかもこのクレヨンカラーのね、あのこのグレー選んだりするっていうのはまあなかなかないと思うんですけど、自分の中でこの 296GTB のコンセプトは、まあ、その LA のねビバリーヒルズ走ってる、まあ、ロデオドライブに泊まってるフェラーリのイメージでこの色をね選ばせてもらいましたね。まあ、この 296GTB はプラグインハイブリッドのねモデルのまあ2代目になるんだけど、1代目に SF90 ストラダーレっていうね車があったんですけど、まあそこをねなんかちょっと踏襲した顔、そこにねちょっと似た顔なんですけど、まずねここにちょっと近未来さがなんかね備わってますよね。まあ、プラグインハイブリッドということで、まあ、フェラーリがこのエンジンピストン爆発させるねロマンにこの命をかけてきたねフェラーリがプラグインハイブリッドをねついに出したっていう、まあ、その SF90 はもう本当に車体価格自体でも5、6000万、まあ、もっとねオプションつけてったらもう8000万、9000万するような、そういうモデルだったんだけど、 296GTB は、まあ、3700万、800万ぐらいの車体価格から、まあ、プラスオプションみたいなそういうレンジの、まあ、フェラーリのこのハイブリッドとしては、このプラグインハイブリッドとしてはちょっと求めやすいモデルとして、296GTB は出たっていう感じだと思うんですけど、いいね。まあ俺試乗1回させてもらってるんですけどね、まあ、不思議な感じですよね。フェラーリがね初動電気で走るっていう、まあそのモードで切り替えれるんだけど、でも時速だいたい SF90 だから160キロぐらいまで行きますよね。120キロでしたっけ296は。120キロでだいたい20キロぐらい航続可能だったんですかね、120キロ電気で走るんだよ、壊んないすごいよね。ちょっと俺もそれ試してみたいなと思うんですけどね。このクレヨンカラーのグレーにこのねフェラーリのマークはね映えてますよねただの嬉しい少年のコメントだったけどねじゃあ再度行ってみましょうか。はい、じゃあ再度のね、印象を紹介しますけど、まあね、なんといってもね、まあ、このフェラーリのね、このバッジのこの黄色のカラー、まあ前回のローマとは全くボディカラーも内装の色もね違うんですが、まあコンセプトとしてね、このフェラーリのバッジのこの黄色に、まあ、ちょっとしたパーツシートベルトだったりとかね、そういう色を合わせていこうっていうところは、共通したねコンセプトで、残してます。だってねここが黄色ですからね、これはブレーキキャリパーもね黄色にしたいですよね。でここで黄色差し色にするっていうね。でこのホイールもねこのグレーのこの艶消しのホイールを選んでっていうね、合ってるこのボディカラーとね、このミッドシップならではの形ですね。俺本当にマジで何気にこんだけ車乗ってきて、このミッドシップのフェラーリ初めてなんで、だから本当に今まで乗ってきたフェラーリ F12 で、あのローマってね、両方ともあのフロントエンジンの車だったんで、たーこれはねなんか思った以上に嬉しいですね。ほとんどの、まあ、全員じゃないですけどね、ほとんどの男の子が、まあ、男の子ですね、男の子がテンション上がる形ですよね。やっぱねこういう車に素直に、あこういう車かっこいい乗りたいって思えるね男でよかったなって思いますね。やっぱこういうのに乗りたいから頑張るっていうね、もう俺本当ラッパーになったきっかけってもうそこなんで、本当いい車乗って、まあいいね重油つけてとかいろいろいい女に囲まれてとかいろいろあったけど、一番の頭に来てたのはいい車に乗ってっていうところだったから、いやー本当19歳の時ね、あの輸入車の中古車屋さんで働いてた自分にね、お前将来このフェラーリ自分でオーダーして乗るんだよって言ってあげたいんですよね。なったけど最高じゃん。このねもうこのエアインテークとかもこれだけでなんかウキウキするもんね。だって普通の車はこのないじゃん。まあ、これはねあの当たり前のことなんだけど、エンジン冷やすね、
まあ、この風を入れるところなんだけど、スーパーカーでいわゆるこのレーシングカー的な考えなんだけど、もうこうやってこの風をもう本当にあの GT のレースとか F1 とかもそうなんだけど、もう暖気してる時にもう本当にあの機械を入れてエンジン冷やしたりするの、風を送って、それぐらいやっぱりこの走った風、走る時に起きる風でエンジン冷やしていくっていうね、まあ、それがね必要な車っていうね、これ証拠なんですけどね。じゃあこれね、醍醐味でもあるリア行ってみましょうか。はい、じゃあリア行ってみましょうか。このリアね、かっこいいよね。俺ね、この車リアがめっちゃ好きなんですよ。っていうのもこれね、1960年代にあった 250LM っていうね、モデルがあったんですけど、まあそれをね、なんか思わせる現代風にね昇華したみたいな、この形だ。フェラーリのなんか素晴らしさって、なんかセルフサンプリングしてるんですよね。いろんな年代のモデルをなんかこのデザインをなんか踏襲して、今にこのまたこの現代にこの生まれ変わらせるっていう、そういうね伝統と革新をこの続けてるっていうところがまたね素晴らしいところだと思うんですけど、まあこれはね、そのモデルを思わせるお尻だなと思いますね。これね、新車なのにもうこのエキゾーストのこの出口のところ焼けてますからね。これなんでかっていうと、普通まあ日本車とかね、まあ、日本車じゃなくても、まあ、こういういわゆる走る車じゃない、車って、まあ、距離数で言ったら本当に移動の時にかさんだ距離しか、伸びてないです。だから数十キロ、まあ、10キロとかね、15キロとかの状態で新車で、納車されるわけなんだけど、フェラーリはそうじゃないんだ。結構走ってるんですよ。なんでかって言ったら、これ新車で組み上がった状態からやっぱテスト走行するんですよね。やっぱこれ走る車なんで、どれだけ走れるかってことをちゃんとテストドライブするから、このエキゾーストも焼けてるんですよね。これかっこいいよね。まあもうフェラーリの威信をかけた納車なんだなっていうね。いいね。あららららららら、これはいいわ。うわあ、これどうしような。これ今俺ガレージになんかもうこのフェラーリのローマをどうやって並べようかっていうね、まあ、点在してるんだよね、駐車場が。わあ、これ別々にするのなんか嫌だな、まあそれは個人的な悩みなんでいいんですけどやっぱこのミッドシップ、まあ、後ろのエンジンだから、やっぱこのエンジン冷やさなきゃいけないからね、この随所にこの金網のね、こういう部分があるんだけど、これもねこのスパルタンなイメージでいいですよね。エキゾチックカーって感じですよね、じゃあこれリアのこのエンジンフード開けてもらえますか。長山さん、いいですか。はあ、すごいすごいね。やっぱエンジン見ると自動的に興奮するんだよね。なんだろうな、もう本当に19歳の時にね、車屋で勤めてた時から、やっぱね、どの車もエンジンルーム見るとねワクワクするんだよね。だからなんか車って買って別に所有することで嬉しいって人ももちろんたくさんいらっしゃるし、だけどね、やっぱ俺はこのメカを見ることがめちゃくちゃ好きなんだよね。俺普通にいじってましたね、中も。だから余計そうですね。さあ、このエンジンなんですけど、 296GTB ってそもそもどういう意味かっていうね、フェラーリはそういうエンジンのこの排気量だったり、この気筒、何気筒かっていうことだったりとかが社名にね、この由来してくるんだけど、296GTB というのは 2.9 リッター V6 のターボ、プラグインハイブリッドっていうね、そういう意味なんですよ。だからそれで 2.9 で V6 の6で296で GTB というのはグランツーリズモベルリネッタ。ベルリネッタって何やと思うんですけど、グランツーリズモって、まあ、よくね聞くレースでも GT って、まあ、長距離高速するね、レースの GT っていうレースがあるんですけど、その GT にベルリネッタって、ベルリネッタっていうのはイタリアでクーペを意味する言葉ですね。そう、それで GTB って、 296GTB っていうね。でこいつの車体番号がさっきのシャンパンにもね刻まれてたっていうね。あ、でこれ視聴者の皆さんはね、え、これ後ろトランクじゃねえのって思うかもしれないですよ。このリアはねこれエンジンがあるんで、まあ、フロントでね紹介し忘れたけど、フロントにちょっとしたトランクスペースがあるというかね、
岡村さんこれいいですか、開けていただいて。わあ、しかもフロントこれね、スモールが今点灯した状態ね。かあ、これね、この光り方が近未来っぽいよね。そうそうそう、あーいいね。まあ、AK シフト9ともなると、ここにゴルフバッグを積んで、このフロントが閉まってない状態でゴルフ行きますんでね。そうですよ、捕まりますよ。そうそう、ここに今はね、まあ、ちょっとちっちゃめのスーツケース1個入るかなみたいな。え、これカバーですか。あー、カバーね。いやー、じゃあ次は内装、もうずっとさっきからもう見たくて見たくてしょうがない内装行ってみますか。さあ乗り込んでみましょうか。ういじょ、引く、ねー、これまずこれネイビーを、ネイビーのシートをまず選ぶって、俺もうアメ車とかは使ってきてたんだけど、まあ、1990年、まあ、80年代の、その当時俺が働いてた時に、いわゆるちょっと10年落ちとかね、10年以上落ちになったアメ車とかで紺色の内装ってあったんだけど、いわゆるハズレの色だったんだね。エンジの内装とかネイビーの内装ってもうハズレ、なんかキャデラックとかでもあったんだけど、うわーこれ黒だったらなとかベージュだったらなとか思ってたんだけど、いやー、まさか自分がねネイビーの内装を選択する時が来るなんてね。でもこれおしゃれじゃない。ネイビーにさっき言ってたね、このフェラーリのねエンブレムの黄色のこのイエローをね、この差し色でこうやって持ってきてっていう、こういう今回選択したんだよね。でこのネイビーのアルカンターラの、アルカンターラになったこの生地がドアの内張りにね、施されてんだけど、まあ、黒とネイビーでちょっと分かりづらいけど、これネイビーなんですね、横が。でステッチも黄色にしてるっていうね。でここのステッチはネイビーなんだね。分かる？これね、細かいよね。ここのステッチはネイビーだけど、シートのステッチはイエローっていうね。でこの、マークも、黄色にしてます。でシートベルトも今回も黄色、これはローマと一緒ですね。黄色のシートベルトなんてないじゃん。これ普通に順当にね、な色にするのなんかもったいないなと思って、まあ、ここも合わせてますね。いいね。ハンドル周りはそんなローマと大幅に変わってることはないかもな。この辺もね、まあミッドシップのフェラーリって感じですよね。でも新しくなったよね。これもローマと、同じ世代のね、このシフトがついてますけど、あ、ここに鍵入れない？鍵スポッて入るの、これおしゃれじゃん？憎いよね、こういう演出だけでもね。だいぶ近未来感出ましたね。じゃあ、電源オンにしてみますか。うわー、やっぱりこのプラグインハイブリッドということで、このね、ここにハイブリッドっていう見たことない表示がありますね。今エンジンかかってる状態ってことですか。まだかかってない。かかってない、はい、かけてみますよ。バッテリー残63日、本当に63日も持つの？これね、やっぱプラグインハイブリッドってことで、駐車してる時にやっぱ電気をね充電しないといけないっていう、まあそういうちょっと普通の車とは違うね、フローが必要なんだけど、かっこいいねこの回ってるのもね。どうなんだろう、充電しずに止めっぱなしだと 2,3 日でダメなんですかね。フル充電の場合だと大体1ヶ月ぐらいは持ちます。え、マジですか。フル充電、これ今フル充電状態ですか。え、あえて今、半分にぐらいに、ね、落としてまして、帰りにその充電して帰るっていう方法で帰っていただいたのもあるので、あ、なるほど、走りながら充電もできるんですね、はい、うん、走りながら充電しないモードっていうのは、電気で120キロまで走れる状態ってことですか。そうですね。あれ、音は出ないんですか。音は出ないです。
ュフェラーリで無音ってね、すごい不気味だよね。これモードはどこで切り替えるんですか。モードはですね、これで今この状態で電気ってことですか。今ここがオートになってるんですけど、一回またエンジンかけるとレディってなります。この時もエンジンかかってる状態になって、ここで H モードハイブリッドで、次がクオリファイモード。基本的には一番上のストップウォッチのモードをクオリファイモードで走ってください。ここだと今度はバッテリーも充電しながら走りながら、はい、でこれがゼロになって、例えば31のアイスを買って15分の間に次エンジンかけようと思ってもかかんなくなる場合があるので、なので基本的にはこのモードだけしていて、この残量を多く増やしてください。なんか紫外線とかうるさくないときには H のモード。そうそう、今ちょっとエンジンが冷えてるので温まってまた徐々にハイブリッドになります。へー、落ち着くとハイブリッドに変わるんですか。もう変わってきます。初めて始動時5分ぐらいは。ああ、そうなんですね、はい、うわ面白いね。伝統と革新ですねこれね。はあ、いいなあ、走りたいですね。もう今日雨だったら走らんとこかなと思ったけど、ちょうど雨もね上がってるよね今、はい、俺最近なんか雨男じゃなくなってきたな。で、あ、そうそう、言い忘れてたけど、このネイビーと組み合わせてるのはこのターンなんだよね。この色、まあ、俺が一番好きな色だよな。そう、これにベージュを組み合わせ、あ、じゃあネイビーを組み合わせるっていうおしゃれさね。いやおしゃれだな。うん、いいですね、いいですね。これでも助手席にね、まあ人が乗ることあると思うんですけど、多分チャイルドシートで、うちのチビは乗るでしょうね。この低さね、いいですね。さあ早速ね、フェラーリはね、見る車じゃないんでね、まあ、見て楽しむのはもちろんだけど、走らないとね。さあ走りに行ってみますか。おお、この吸気のタイミングとかが全然違うな。シューンっていうなんか吸気の音がするね。はい、こっちって言った部分に関してはローマとのなんか違いだったり。そうだね、やっぱエンジンが違うから、 V6 だからこっちは、ローマは V8 だから、多分その感じが違うっていうのは、もうそもそも違いがあるね。あとはそこまで今のところはこの機動性、そうだね、この操作性とかも、まあ、言ってもローマもフェラーリだからね、そんなに違いは感じないけど、まあ、こっちの方がシルエット的にやっぱりこの横に平べったい感じがするから、なんかより地面に張り付いてる感覚はあるけどね、うん、ザ・フェラーリの形というか。そうだね、このバックミラーに映るね、このリアのエアインテークが映ってるのがスーパーカーって感じだね。これあいいね、この操作性。さあ今回はね、フェラーリ 296GTB が納車されたということで、この車ね紹介させていただきました。まあいい車ですね、当たり前ですけど素晴らしい、素晴らしい車、これからのね、AKCF 内のカーライフがね、また一つ楽しみができたし、多分この中でまたあのね、俺の中で、代表曲がね生まれそうな気がします。はい、ということで今回は愛車紹介 296GTV でした。 Yeah man